もう特にベンチャーを立ち上げたりするとですね、もう内々尽くしですよね。まあ、私も経験もない、コネもない、お金もないというところから立ち上げてですね、まあ、なんとか試行錯誤を経て会社を成長させることができたんですけれども、とにかく最初はお金がないっていうのが非常に大変な部分かなというふうに思います。スタートアップ企業はやっぱりまずはそこに直面しますね。まあ、タリーズは私は個人事業として始めまして、1店舗を立ち上げて、でそれがうまくいった時にやっと1年半ぐらい経った段階で出資を募って法人なり、つまり株式会社にしたという経緯もあります。まあ、そこで初めてですね、500万円だけお金を資金調達したりとか、まあ、いろいろしてきたんですけれども、ただいずれにせよ1店舗お店を出すにあたってどんなに安くても6000万ぐらいかかるんですね。で特に東京なんかはですね、保証金という不動産に対してですね、借りるときに払わなくちゃいけないお金も非常に大きいものですから、その保証金の調達だけでも大変になるんです。でやはり大手が相手ですと、大手は当たり前ですが資金調達力があるわけですね。ベンチャーは本当にタリーズくらいでした。他は大手と組んでやってくると。それに対して私は借金か7000万円から始まって、で借金をまず返すところで四苦八苦しまして、やっと2年ぐらい経って2号店作ろうかってなった時もですね、どうやってお金を調達するっていうところから始まるわけです。